でも今言った目的は多分表向きの話だろう。少なくとも俺はそう睨んでいる。証拠っていうほどでもないが、それらしい情報もあるんだ。最近すっかり下火の宇宙開発だけど、近いうちにアメリカとソ連の共同実験が行われるらしい。これからは協力して開発を進めていくんじゃないかって言われてる。そこでアメリカ側は何とかして主導権を握りたいと考えているんだ。ワームホール技術をいち早く完成させることができれば、共同開発の主導権はおのずとアメリカ側へと渡る。そのために躍起になっている連中がいるって話で、よくある陰謀の類だが、これがあながち嘘ってわけでもなさそうだ。それと俺独自に考えた推察もあるんだ。聞いてくれ。発行されたばかりの生物兵器禁止条約だが、これには抜け穴があって、そこをついて新しい生物兵器を回収しようとかなんとか、ディーテ世界のあちこちにいるワンダラを意のままにできればなんて、ゲスなことを考える連中が少なからず上層部にいるんじゃないかってことだ。実際俺は密かにとある特殊任務を受けている。それは生きたワンダラを捕獲し元の世界へと回収すること。な、信憑性が出てきただろう。メモリーボードの反応を検知しました。ワンダラーとの遭遇が予測されます。警戒を怠らずに進みましょう。
データを獲得しました。データの解析は私が行います。ベースキャンプへ戻ってください。
端末の同期をお願いします。一部記憶領域の修復が完了。断片データの接合も確認しました。今回獲得したデータによりスキルトレーナーが利用可能となりました。クバンエナジーの力を利用して肉体を強化し、特殊技能であるスキルを習得することができます。スキルは有益なものばかりですので、積極的に習得していきましょう。塵の向こう側にメモリーボードの反応を検知しています。探索に向かいましょう。エアタンクの準備ができました。これで塵の中に入ることができます。
エアタンクをクラフトしたことにより尻の中での活動が可能になりました。ただタンクの中身も有限です。蓄積された酸素がなくなるとライフが減少していきます。酸素残量が低下した場合にはクバンエナジーを消費することで酸素の供給が可能です。端末から利用できますので緊急時にはご活用ください。